少し頑張る。これがね、僕の今回のオフのテーマ。はい、こんにちは、ナースケです。ということで、大会から1ヶ月が経ち、6キロ増えました。もう言っちゃったということでね、じゃあ1ヶ月で何キロ増えたのっていうね、この答えはだいたい動画の最後のぐらいに言うと、視聴維持率っていうのかな、もう最後にまでね、何キロ増えたの、あんなにバチバチに絞って1ヶ月いろんなものを食べて何キロ太ったのかって、視聴者さんがね、もう最後の最後まで見て、あー最後の動画の最後で6キロですって言って、ああ6キロ増えたのねってなるのが、まあだいたいね、 YouTuber さんがやられることなんですけども、最初に言っちゃ6キロ増えたなんだこの髪の毛。僕ね、大会当日の体重が66キロだったんですよね。うん。で、これはもう水を抜いて、もうカラカラ、栄養もない、水も抜けた状態。だいたい水さ、たくさん飲むと1キロ2キロぐらい違うから、水も抜けた状態で66キロだった。今は水も飲んでるし、プロテインもたくさん飲んでて、朝ね、もうお水たくさんあるよっていう状態で、72.6キロ。今日 72.6 キロでした。あ、72.8 だ。0.2 キロ持っちゃった。で、これはですよ、僕的にはかなりね、順調に増量ができてると思っております。っていうのも、僕のね、今の増量計画っていうのをね、この動画でお話ししたい。僕はね、大まかに減量するシーズンと増量するシーズンっていうのがあります。増量するシーズンっていうのは、筋肉もつけながらしっかりカロリーを取ると、もう極限にカリカリに絞るっていうよりかは、筋肉をつける期間だって思ってるのが、まあ、僕の言ういわゆる増量っていう期間。減量の期間は、筋肉を落とさないで脂肪を落としていくぞっていうのが僕の減量期間です。今はこの増量期にあるっていうのが今の状態。見てください、僕のね、体ほら、どう、まあ確かにちょっとお肉は乗ったけど、割とさ、絞れてねっていう、え、割と絞れてねっていう、どうかな、うわ、実はね、こんな感じでクリアな増量ができてる。いわゆる、なんだろうな、綺麗に増量できてるんですよね。あんまり脂肪を乗せすぎてない。今ね、この動画見てる方、筋肉を大きくしたいとか、ちょっとね、ボリューミーな体になりたいとか、男性も女性もあると思います。僕がね、今回やってる増量期の方法っていうのを、この動画でお伝えしたいと思います。僕のね、体重の推移をね、ここら辺にボーンと出しておきます。結構ね、大会が終わった後、グワーンってやっぱ体重が増えてるんですけど、1万キロカロリーっていうね、企画で結構いっぱい食べたりとか、あとはその中に塩分がめちゃくちゃ含まれてるわけですね。で、僕の体感的に塩分を取ると、そして水分をたくさん取ると、体重はね、脂肪が増えてなくても2キロぐらいは普通に増える、感覚的に。逆にむくみが取れれば2キロぐらいはストンって僕はね、落ちる感覚です。そのね、2キロっていうのはあんまり僕は重く考えてない。今6キロ乗りましたって言ったけど、正味そのうちの2キロはね、水分だと思ってるから、正直脂肪塗ったのは4キロぐらい。グラフを見ていただけると、地道に地道に体重が増えてってると思います。この中でも僕はね、プチ増量とプチ減量っていうのを挟みました。まずね、大会が終わって2週間ぐらい、1万キロカロリーとかもあったし、ちょっと好きなものを食べながら、オーバーカロリーになるように炭水化物をたくさん食べました。目安としては、1日の代表的な食事というと、お米3合食べて、胸肉1キロ食べて、まあ、卵も2、3個食べる、サバカレーも食べるっていう、カロリー的にはね、3000キロカロリーいくぐらいで食べてました。これを食べると体重もね、ガンガン増えましたね。最初はパワーがね、結構出る感じはするんだけど、どんどんね、脂肪が乗ってっている感覚も増えてったんで、僕はちょっと脂肪が乗りすぎるのが怖いなと思って、ここからね、いろんなちょっとね、増量の記事を見たんですね。僕が見た増量の記事の中で、とてもいいと思ったもの、またお世話になります山本先生。ちょっと山本先生のね、動画をね、見たんですよ。まあいろいろ漁りました。ショーフィットネスさんっていう YouTuber 見たりとか、山本先生のね、 YouTube 見たりとか、僕も結構 YouTube で知識系をね、こうやって吸収することが多くて、みんな増量ってどうやったらベストな増量ができるんだろうってね、考えてたわけですね。見たのが、4週間まず増量する、そして2週間減量する、これを繰り返すと、その4週間の増量は体重の 10% 増やす。例えば体重が
が70キロだったら、70キロの 10% は7キロですね。だから70キロから4週間で77キロまで増やすと。その後2週間で 5% 減らす。77キロの 5% は 3.85 キロぐらいかな。だから 3.85 キロを2週間で落とすと。これを繰り返していくんですよね。 10% 増やして 5% 減らして、 10% 増やして 5% 減らして、これで徐々に徐々に体重が増えていくと。そうするとよく言われるダーティーバルクって言われるもの、めちゃくちゃカロリーを取りまくってひたすら増量する、増量っていうのはもう筋肉量はしっかり増えるんだけど、脂肪もねこうやって増えてしまうと。筋トレを始めた1年目とか2年目っていうのはダーティーバルクをすると一気に筋量も増えるけど脂肪も増える。この筋量は1年目から2年目は筋肉量が増えるのが多いらしいんですよね。4年目とか5年目とか減量初期が終わってちょっとずつ慣れてきている中級者の人っていうのは筋肉量が最初よりも増えるスピードが遅くなるらしいんですよね。最初はこんなに増えてて脂肪も増えますと。減量して脂肪だけチューって減らすでしょ。減量の時にね、脂肪が多ければ多いほど筋肉量もちょっと減っちゃうんですよ。こうやって最初はダーティーバルクをしてもちょっと筋肉が減ったぐらいでも効果を見込めた。これダーティーバルクね。中級者の人っていうのはあんまり筋肉量が増えないのに脂肪はめちゃくちゃ増えます。ダーティーバルク、また脂肪をこうやってめちゃくちゃ落とすと筋肉減っちゃうから、そこまでねダーティーバルクっていうのは中級者に向いてないと。なので、中級者の人は脂肪をつけすぎない増量期がおすすめですよって動画で言われてたね。脂肪をつけすぎないとダーティーバルクよりも筋肉は少ししか増えないけど脂肪も少ししか増えないと。少し増やして脂肪を少し減らして2週間の減量期でちょっと減らすと。これを繰り返していくとこんな感じで筋肉はどん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 増えていって、脂肪もあんまりつかないで筋肉が増えていくらしいんですよ。では僕はね今回この増量プログラムでやってみようと思って今1ヶ月過ごしてます。で最初さ体重がめちゃくちゃバーンって増えちゃったから、この1ヶ月4週間しかなかったんだけど、この1ヶ月のうちの2週間を増量期として置いた。大会終わってから2週間ね。その後2週間プチ減量というかメンテナンスをして体重が6キロ増えたぐらいでとどめていますと。こっからまたね今 72.8 キロでしょ。 10% 体重を増やして 5% 体重を減らすっていうこのプログラムをやっていこうかなって思ってます。割と減量期と食事の内容は変わらなくて、そういう生活結構つまんないんじゃないのかって言われることが多いんですよね。だけど僕的にはね結構ね楽しいの。なんでかっていうと理由は2つあって、1つ目はこういう食事をしてると明らかに体の変化が違う。ちょっとジャンクなものとかちょっとお菓子食べちゃおうかなっていう生活よりもこうやってね食材をしっかりとっていろんな食材を食べてタンパク質も意識して、で筋肉に優しいサプリメントとかとってトレーニングをしっかりやってってやると、めちゃくちゃトレーニングも元気にできるし体の変化が本当に違うのね。張り方が全然違うの。さっきもちょっと動画見したけど、こんなにあんまり脂肪乗ってないけどすごいね筋肉が増えてる感じがするんですよ。これがまず1つ目。2つ目は減量末期ってなんかサバカレーしか食べれなかったりとか、食事もだんだん固定されてきてむくまないようにとかって言って慎重に食材を選んで食べ慣れてるものしか食べないっていう生活が結構続くんですよ。最後2、3週間とか。でも今って別にむくんでもいいの。長期的に見て体が変化すればいいから、別にむくんでもいいから塩分も取れるし、白米じゃなくて和菓子でもいいのよね。脂質をちょっと少なくして増量してるっていう感じだから和菓子でもいいって考えると、甘いものも食べれるし、毎食ねこういうマルチビタミンは減量末期も飲んでたけど、こういうのを飲むことであってビタミンとかさ入ってたりとか、マカの中に入ってる鉄とかね亜鉛とかもちょっとずつ入ってるんだけど、マカの中にはで、そのマカが入ってるんだけど、そういうので結構元気もすごい出てくるわけ。ビタミンを毎食取ってるから、僕これをねもう食べたらこれを飲むってやってるから、結構胃の調子もいいから。最近腸活って聞くじゃないですか。腸の調子がいいと体の調子がめちゃくちゃいい。あとはここに僕の大好きなサプリメントコーナーがあるんだけど、特に大好きなイエーこれも飲める。特に気にしないで飲める。減量の最後の方はさ人工甘味料とか気にしてたじゃないですか。でも別にもうむくんでもいいくて、もう人工甘味料を僕はサプリメントだったら許容してるから、もうね EAA はね美味しいから、もうトレーニング中も美味しいものが飲める。これはキウイ味なんだけど、キウイ味めちゃくちゃ人気らしいからね、売り切れないうちに見てみてください。とにかくね減量末期よりも幅が広がるので、ね、胸肉をたくさん食べてたところをプロテインにできたりとか、美味しいプロテインを飲めたりとかするわけですよ。意外と楽しいのっていうのをね皆さんに伝えたい。増量期で結構クリアな食事、とても綺麗な食事にしてても意外と楽しいよっていうのをね伝えたいの。
僕もともとお菓子食べないからっていうのもあるのかな。本当に食事が毎回楽しいのね。そう、こんなに綺麗な食事をしててもっていうのを伝えたかった。今回の動画は僕の今の体重とか体の状態、現状報告とこれからどうやって増量していくかっていうのをまとめた動画になります。僕のね、考え方とかこの期間どうやってやっていくかっていう結構大事な動画。まあね、正直ね、このね、オフの期間が僕は勝負だと思ってて、寒い時期ってみんなトレーニングやらない人もいればやる人もいると思うけど、結構サボっちゃう人多いと思うんですよね。大会に出てる人ですらオフはさ、なんか結構ジャンクなものとか食べる方結構多い。僕もさ、前食べてたから、たくさん食べてたし、まあこれからも食べるかもしんないけど、その中でも少し頑張れてる人の方が絶対ね、夏とかさ、体を絞った時にちょっとかっこいいと思うんだよ。少し頑張る、これがね、僕の今回のオフのテーマ。少し頑張ろうって、前回の僕よりも少し頑張ろうって思ってます。去年の僕は結構ね、ベストボディジャパン負けてすごい悔しくて燃え尽きちゃって、割とトレーニングに熱が入んない日も正直あった。だけど今回は違う、でかくなりたい。僕はとにかくでかくなりたくて、とにかく体を変えたいって意思がめちゃくちゃある。このオフの期間、大会が終わって1ヶ月続いてるってことは、多分まだ続けられると思う。年末までさ、もうちょっと頑張って、年越えても頑張って、また夏に向けて増量を始めると、それをやったらもうちょっとね、僕もね、頑張れると思うし、少しだけ去年の自分を超えられると思うから、僕は頑張りたいと思います。ということで、今回はね、現状報告とこれからどうやってやっていくの、今の現状の体はどんな感じなのっていう動画でした。また次回の動画でお会いしましょう。また。